グロリア・エステファンは、キューバ生まれのアメリカの歌手。父親は、かつての大統領だったフルヘンシオ・バティスタのボディガードを務めるなど優秀なキューバ軍人として活躍していたが、革命後の1960年に家族と共にマイアミに移住。亡命後、父親は米軍に入隊し母親は教師になった。グロリアは私立のカトリック系の高校を経て、奨学金を得て、マイアミ大学に入学、心理学とフランス語を専攻した。彼女は英語、スペイン語、フランス語に堪能だったため、大学在学中に CIA から語学担当スタッフとしてスカウトされたほど優秀な学生であった。1975年に後の夫となるエミリオ・エステファンが率いるバンドマイアミラテンボーイズに参加し、1978年9月2日にエミリオと結婚。バンドはマイアミサウンドマシーンと改名して1980年代にドクタービート、コンガなど数々のヒットを飛ばし、1987年にはグロリア・エステファン&ザ・マイアミサウンドマシーンと表記するようになった。1989年、グロリア・エステファン単独名義では1枚目となるアルバム、カッツ・ボス・ウェイズを発表。順調にヒット曲を重ねたグロリアだが、1990年3月、乗車中のバスにトラックが追突する交通事故に遭遇。脊髄に重傷を負うが、1年間のリハビリの末に復帰した。1994年にはシルベスター・スタローン主演映画、スペシャリストの主題歌、Turn the Beat Aroundを歌った。1996年にアトランタで開催されたアトランタオリンピックの閉会式では、リーチを戴冠衆の前で歌った。2015年、大統領自由勲章を受章。夫婦ともに、親日で、新婚旅行は、熱海温泉。1990年には、松田聖子の全米進出アルバム、聖子に、プロデューサーと、ソングライターとして参加。NFL のマイアミドルフィンズの少数株主でもある。ありがとうございます。